エリー・パクストン・ブラッド賞は、アメリカ合衆国ルイジアナ州、シュリーブポート出身のアメリカンフットボール選手。1970年から1983年まで14、シーズン NFL のピッツバーグスティーラーズでプレーした。ポジションは、クォーターバック。現役時代スーパーボールで4回優勝しており、第13回スーパーボール、第14回スーパーボールでは MVP に選ばれた。 スーパーボールで4勝している QB は彼とジョーモンタナ、トム・ブレーディの3人だけである。1989年にプロフットボール伝道入りを果たした。現役時代はザ・ブロンド・ボンバーと呼ばれた。現役引退後 NFL 解説者として活躍している。3人兄弟の次男として生まれた。高校時代にはやり投げで全米記録となる245フィートを投げた。 ルイジアナ工科大学に進学した、彼は3年時には全米1位の2890ヤードを投げて9勝2敗、アクロン大学とのライスボールで33から13と勝利した。4年時には全米3位の2314ヤードを投げてチームは8勝2敗の成績を上げた。前年よりパス獲得ヤードが減ったのはこの年チームがボールゲームに出場できず、 10試合しかプレーできなかったこと、前半で大量リードした試合が多く、後半からはベンチに下げられたことによる。全米のスカウトの注目を集めていた、彼は1970年の NFL ドラフトで、前年リーグ最低の1勝13敗に終わった、ピッツバーグスティーラーズに指名されて入団した。入団当初はインターセプトが多く、姿勢が欠如していると、メディアから嘲笑された。 しかし徐々に成長していった。彼は、スティールカーテンと呼ばれた強力なディフェンス、フランコ・ハリスらによるパワーランなどとともに、AFC 中畜優勝8回、スーパーボールを4回制覇した。1972年のプレーオフ、オークランドレーダーズ戦で、6から7とリードされた試合終了間際に、彼がジョン・フッカに投げたパスは、ジャック・テータムのヒットで大きく弾かれ、 このボールを空中でキャッチしたフランコ・ハリスが、タッチダウン、逆転勝利したと踏ん張り、チームは9連勝し10勝4敗で、プレーオフに進出したが、オークランドレーダースとの AFC チャンピオンシップゲームで、フランコ・ハリス、ロッキー・ブライヤーを書き7から24で敗れた。1977年も、地区優勝を果たしたが、プレーオフのデンバーブロンコス戦で、 トム・ジャクソンに2インターセプトされ21から34で敗れた。1978年シーズン、パス368回中207回成功、2915ヤード、28td、20int、q b レーティングは NFL2 位の84.8でシーズン MVP に選ばれた。勝った方が史上初のスーパーボール優勝3回となる。 ロジャーストーバックのダラスカウボーイズとの第13回スーパーボールでは、第1球にジョン・ストールワースへの28ヤード、第2球にストールワースへの75ヤード、ロッキー・ブライアーへの7ヤード、第4球にリンスワンへの18ヤードの TD パスを決めた。この試合で彼はファンブルで2回、インターセプトで1回ボールを失ったものの、パス30回中17回成功、318ヤード、 スーパーボール記録となる 4TD の活躍でスーパーボール MVP に選ばれた。同一シーズンにシーズン MVP、スーパーボール MVP に,に,に選ばれたのはバートスター以来史上2人目のことであった。1979年シーズン3724ヤードを投げて 26TD、25インターセプトの成績を残した。プレーオフではディフェンスがラリーゾン アール・キャンベルを抑え、マイアミドルフィンズを34から14、ヒューストン・オイラーズを27から13で破り、第14回スーパーボール出場を果たした。スーパーボールでは3インターセプトを喫したものの、第3球にリンスワンへの47ヤード、第4球にジョン・ストールワースへの73ヤードの、 TD パスを決めるなど、パス21回中14回成功で309ヤードに TD を上げて MVP に選ばれた。1979年のワールドシリーズチャンピオンとなったピッツバーグパイレーツのウィリー・スター・ジェルと共に、スポーツ・イラストレーテッドの選ぶ最優秀スポーツマンに選ばれている。その後1980年、1981年と2年連続で、 プレイオフを逃した、彼は、肘の故障のため、コルチゾンの注射が必要なまでになっていた。ストライキで短縮された1982年シーズン、リーグトップの 17td を上げて、プレイオフに出場、サンディエゴチャージャーズ戦で、パス39回中28回成功、325ヤード、2td、に int の成績を上げたが28から31、で破れた。 1983年の NFL ドラフトでは、ピッツバーグ大学のダン・マリーノが、ドラフトでの有力選手であったが、ブラッドショーが、まだまだ活躍できると考えたスティーラーズは、地元のスター、マリーノの指名をしなかった。しかしこの年、オフシーズンに、肘の手術を行ったブラッドショーは、開幕から14試合に、欠場、12月10日にシェイスタジアムで行われた、ニューヨークジェッツ戦で、 ようやく出場、第2球に、カルビン・スウィニーに投げた10ヤードの TD パスが彼の、現役最後のパスとなった。試合は34から10でスティーラーズが勝利した。14シーズンで、パス3901回中に、025回成功、27989ヤード、212TD パス、ラン44回で2257ヤード。 32td の成績を彼は残した。彼の在籍した14シーズンでチームは AFC 中地区で8回優勝した。現役引退後も長年多くのチーム記録を保持していたが、2011年12月4日、ベン・ロスリスバーガーがバス成功数2026本を達成し、記録を塗り替えた。プロボールには3回選ばれている。スティーラーズは、 アーニー・スタウトナーの背番号70番以外を公式に永久欠番としていないが彼の引退後背番号12をつけた選手は出ていない。1999年にスポーティングニュースが選ぶ100人の偉大なフットボール選手の44位にランクされた。QB レーティング0となった試合が NFL 最多の3試合存在する。現役引退後1984年に CBS スポーツのアナリストとなった。1990年から1993年までは、ザエノ・エフエル・トデイのスタジオアナリストを務めた。スティーラーズの創設者、アート・ルーニーと不仲になっていた。彼は1988年、ルーニーオーナーが亡くなった時も葬儀には出席しなかった。1989年にプロフットボール連動維持を果たした。 1994年に FOX ス,スポーツの解説者となった。1997年には元チームメイトのマイクウェーブスターが電動入りする際のプレゼンターとなった。FOX のナスカー番組の放送にも出演しており、2001年2月17日、デートナ500の前日、デイル・アーンハートに同乗し、デートナインターナショナルスピードウェイでスピードを体感した。 その翌日のレースでブラッドショーは名誉スターターを務めた。なおアーンハートはこのレースでクラッシュし、自己死した。2002年10月、ハインツフィールドで行われたスティーラーズとインディアナポリス・コルツの試合を訪れた。彼がスティーラーズの本拠地に姿を現すのは、現役引退以来19年ぶりのことであり、ビル・カウアーヘッドコーチ、元チームメイトのリンスワン。 先発 QB のトミー・マドックスと試合前にハグを行った。そして、コイントスに、コルツ QB ペートン・マニングの父親、アーチー・マニングと共に参加した。ハーフタイムにはセレモニーが行われ、1972年、プレイオフでのイマーキュレートレセプションの映像が流される。中、ダン・ルーニーオーナーとアート・ルーニー2世副社長より、イヤ、の入った背番号12のジャージが渡された。監修は、 テリブルタオルを振り続けた。2005年11月、同年8月のハリケーンカトリーナによる被害で、本拠地ルイジアナスーパードームが使えなくなり、トム・ベンソン・オーナーが、テキサス州サンアントニオへの移転を考えていると、報じられたニューオーリンズ・セインツを買収しようとするグループの一員に加わったことを発表した。この年、セインツは、サンアントニオのアラモドームやバトンルージュにある、 ルイジアーナ州立大学の本拠地、タイガースタジアムでプレーした。この移転計画は、NFL が1995年以来チームをなくしているロサンゼルスへの進出を考えていることもあり、防がれた。2006年、スティーラーズが進出した第40回スーパーボウルに、縄文とならと過去の MVP 受賞者として招待されたが、家族との時間を大切にしたいこと。 ホックスの解説者を務めている身で、ABC が、放映権を持つスーパーボールのイベントには出演しない、ことにしたとスーパーボール翌日のザ・トゥナイトショーで語った。同年4月、自身のもらった4つのスーパーボールリング、カレッジフットボール伝道のリング、プロフットボール伝道のリングを、母校ルイジアナ工科大学に寄贈した。2007年11月5日、元チームメイトのフランコ・ハリスや、 ミリンジョグリーンだと共にスティーラーズ75周年記念チームに選ばれたことがマンデーナイトフットボールの放送で発表された。2011年4月脳震盪の後遺症で記憶障害が起きることがあると告白した。2012年10月11日ベン・ロスリスバーガーが通算パス獲得ヤードでブラッドショーが保持していたスティーラーズ記録を更新した。1978年に 映画、フーパーで、バート・レイノルズ、ジャン・マイケル・ヴィンセント、サリー・フィールドと共演した。1981年には、キャノンボールに出演した。1980年には、トランザム 7000VS 激突パトカー軍団に、亀を出演している。1994年には、ザ・ードベンチャーズ・オブ・ブリスコ・カウンティー・ジュニアに、ケン・ノートン・ジュニア、カール・バンクス、ジム・ハーボーと、 ゲスト出演した。2006年、映画、恋するレシピ理想の男の作り方に出演した。2001年10月11日、NFL 選手として初めて、ハリウッドウォークオブフェームに足跡を残した。また、ヘイ、レーモンド、マリード、ウィズ・チルドレン、ザ・リーグなどで彼自身として、仮名を出演している。また2004年のラジオシャックなど多くの CM にも出演している。 三回結婚し、三回離婚している。二人目の妻はフィギュアスケートオリンピック選手のジョジョスターバックで、彼女とは1975年に結婚したが、1983年に離婚している。三人目の妻との間に子供が二人いる。彼の現役時代は NFL 選手は十分な収入を得られず、オフシーズンには別の仕事をして収入を得ていたが、彼は 中古車販売を行っていた。現在の NFL のようにパス前世時代でなかった。現役当時、彼は7試合において、パスで300ヤード以上を獲得した。そのうちの3試合は、プレイオフで達成している。カントリーミュージック、ゴスペルミュージックのアルバムを出している。1976年には、ハンク・ウィリアムズの i イ m s o ソ o n サ s ア m I Could Cry を歌い。 ビルボードホット100の91位に入っている。弟のクレイグブラッド賞も NFL の QB で、スティーラーズと同地区のライバル、ヒューストン・オイラーズで1980年に2試合に出場している。ありがとうございます。